皆様はいかがお過ごしでございましょうか。プルートネットワークのプルート向井でございます。よろしくお願いいたします。いやーですねー、たくさん聞こえてますよね、悲鳴の声が。はい、まあですね、世間を賑わせているですね、映画テネット難解すぎてわけわかんねんじゃーってお話でございますよ。はい、まあですね、今回は皆様にですね、このテネット賛否両論どっちの比率が多いの、そしてどういったコメントが多いのかっていうのをですね、僕、ヤフー映画さん、そしてフィルマークさん調べさせていただきました。なのでですね、今回皆様の声というものを僕がですね代弁したいと思います。はい、そしてですね、後半の方ではまあ僕がですね勝手に思っていた、なぜ人は難解映画に挑みたがるのかっていうところをですねお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速行ってみましょう。テネットの賛否両論どっちあるの、どうぞ。はい、ではですね、早速行ってみたいと思います。はい、映画テネットですね、まずヤフー映画さんのレビューの方はですね、5つ募集星 3.8 になっております。はい、そしてフィルマークスですね、フィルマークスさんの方では星がですね、4.1 になっております。はい、まあですね、フィルマークスはいつもですね高得点が多いんです。はい、そして、ヤフー映画はですね結構クロートというかね、毒舌がいっぱいあるですね、レビューサイトなんですよね。まあその中で 3.8 っていうのはまあそこそこなのかなと思います。はい、まあここでですね、ざっとノーラン作品のですね評価、載せておきたいと思います。はい、ではですね、まず順番にいきたいと思います。はい、まあピックアップみたいな感じなんですけども、まず、メメントですね。こちらのメメントという作品、やっぱり時間っていうものをテーマにしているんで、結構ですねテネットと比較されること多いです。はい、メメントが 3.8、 そして、バットマンビギンズが 3.7、 そしてプレステージが 3.7、 そしてダークナイトが 4.2、 インセプションが4、そしてダークナイトライジングが 3.9、そしてインターステラーが 4.2。 ちなみにインターステラーは僕が好きな作品でございますね、一番。はい、そして、続いてがダンケルク 3.8。 そしてこの中で、今ですね発表してないんですけども、インソムニアというですねアルパチーノとロビン・ウィリアムスが、共演している作品があるんですけども、こちらは不眠症の作品ですね、 3.3 になっております。はい、そこで今回テネットが 4.1 ということでございまして、まあそこそこなのかなと。そこそこなのかなっていう感じでございますね。はい、最初ですね、賞賛のコメントからいきたいと思います。はい、時間の逆行の映像化、CM 高速道路の横転シーンすげーと思いましたっていうコメントでございますね。はい、あ、ちなみにこれ僕の YouTube でやってるコメントじゃないですよ。はい、先ほど話したヤフーさんとフィルマークスさんの、評価になっております。はい、続いても賞賛のコメントですね、初見で確かにさっぱりわからなかった、でも全てが計算された緻密なストーリーなんだろうなっていうのがひしひし伝わってきて、ひょっとしたらこの映画すごいんじゃないと思っていろいろなサイトで解説を調べました。結果はびっくりしました。心底感心しました。こんな複雑なストーリーを映画化したなとびっくりしちゃいましたというところでございますね。はい、まあ、今回のですねこちらの作品ですね、僕もそれは思いました。なんでこの作品、まあ、もしかすると僕はねドラマにした方が逆に面白いんじゃないかなと思ってたんですよ。壮大なスケール、多分あれねドラマ1本作れちゃうぐらいのものなんですけど、それをギュッとまとめたっていうところで確かにねすごいなと思いました。はい、はい、では続いてですね、こちらの難解作品に異を唱えてる人でございますね。あ、賞賛の声ですね、周りのオーディエンスの人にです。はい、難解だがその何が悪いの、ちゃんと見ていれば1回でもほぼほぼ理解できるし、なんでそうこうしたのとか、答えも前後にセリフやら流れでしっかり抑えているみたいなね感じで書いております。はい、まあ、難解でしょ難解でしょって言ってるコメント、あ、俺は余裕だったけどなみたいな感じのコメントでございますかね。はい、まあね確かにセリフでね説明しているっていうのはあるんですけど、今までのノーラン作品に比べるとね説明はねすごいね少なかったと思いますよ僕は。うん、どちらかというと映像で見せるっていうのがとても多かったんじゃないかなと思います。はい、あ、別にこの人否定してるわけじゃないですよ。はい、続いても賞賛ですね。はい、見てきましたよ、設定がとても面白く逆転の発想が素晴らしい、これがね本当にほとんどの人がこれ
いやだって発想が素晴らしいんだもんね。うん、わかるわかる。だって発想が素晴らしいんだもん。それ以上も以下でもないですよね。発想にやられちゃう作品ですか、今回の作品というものは。いいですね。はい、いっぱいですねコメント僕見させていただいたんですけど、やっぱりこのノーランっていう男の頭の中を解読したいみたいな、やっぱり発想ですよね。発想からユーモア体験を、ユーモアじゃない、発想から新体験を導かせてくれたというところでの評価っていうものはとても多いものになっております。はい、続いてからですね批判のコメントいきたいと思います。はい、ですねこれ多かったんですよね。音が大きすぎて結構辛かったっていうコメントでございますね。僕ねあんま感じなかったんですよ。でもコメント見るといっぱいあるんですよね。戦闘シーンとかの時に音が大きすぎて何言ってんだか分かんなかったって。もしかすると IMAX とかに慣れていない人はそういう風に感じちゃったのかなと思います。僕はあんま感じませんでしたけどね。はい、ですね、こちらも多かったですね。はい、前半退屈だったっていうことですね。あまりにややこしくて、で前半は退屈になって眠ってしまった。中盤から面白くなり、なんかロバート・パティンソンが主役のように感じた。あーねー、このーねコメントも多いですね。主人公よりロバート・パティンソンの方がなんかええ役やねーのみたいなねコメントがありました。はい、これはねちょっとねあーなるほどなーと思ったコメントですね。はい、ですね、まあ批判でございます。はい、ネタバレ解説見てから言ったけどちょいちょい分かりにくい。うん、これあらすじだけ知って言った人って1回で理解できる人いるの？ほとんどの人無理じゃね。1回で理解と納得と満足が得られない映画ってダサくだと思うんだけど、映像や構想はすごくても伝わらなきゃダメ。うわー、これはね確かにと思っちゃったプルート向井もいます。なんですけど映画って2回3回見てよりその作品内に入り込めるっていうのもいいとこなんですよね。うん、まあここはすっごい難しいね。まあ話の内容としては他にもいっぱいいたのが、じゃあお金1800円払ってるのにこの映画を見るためには2倍見なきゃいけねえのかよみたいな、それってなんやねんっていうねお話もありました。僕は言ってないからね、僕は言ってないよ僕は言ってないからね。低評価押さないでね、すいませんね。はい、そしてこの方もですね面白いですよ。はい、この作品を映画館で見るのはお金泥棒、鑑賞はブルーレイか DVD が出るまで待ちましょう。確かにね何回見てもちょっとわからないところはありますよねこちらの方は。はい、でねちょっとね僕もねここのね意見にはね賛同しちゃったものが次のコメントですね。はい、金属的な回転ルームと確認用のガラス窓を見せて逆光するための装置ってか笑えるっていうことね。うん、なんでこんな装置がここにあるんだよっていうことだと思うんですけど、僕もねこれ思ったんですよ。なんであのわざわざ空港に置いてあったの、あの装置。なんかありましたっけ、どっかのコメントで、コメントっていうか映画内の説明でありましたっけ。なんかねあれはね僕の中で不思議だなと思っちゃったんですよね。はいはい、まあこんな感じでございました。はい、まあ内容としてはね多分皆さんね 100% 理解できてない、僕も含めてですよ、僕も含めてなんですけど、まだねちゃんとね理解してないんでレビューをね迷ってる感は感じられましたね。はい、なんかねどちらかというとこうわっさみたいなわっみたいな感じでですね評価してる方がとても多かったです。はい、でもこの作品そうなんですよ、この作品何を語るかっていうと別にドラマもあるよ、もちろんドラマもあるんですけど、どちらかというとメインに重きを置くのはやっぱりこの時間の経過の考察なんですよね。うん、まあそういったところでは新しい発見みたいなところで話が盛り上がるのは確かだなと思います。はい、どちらかというとストーリーよりも映像で皆さんの興奮に伝えるみたいな感じでございますよね。はい、では続いてはですね、まあ、個人的なお話でございますけど、なぜ人は何回映画にそそられるのかというお話をしていきたいと思います。はい、まあ、今回のですねこのクリストファー・ノーランの作品ですね、何回だ何回だ何回だとめちゃめちゃ言われております。はい、それでこそエンタメ系のテレビとかでもですね、この作品は2回見ないと分かりませんとかですね、そういった、お話もございます。はい、でですね別に何回映画ってこれやっぱりねこの何回映画、うん、映画ファンのみならず他のですね一般のライト層の方もねやっぱり興味そそられると思うんですよね。はい、
この作品難解映画、周りの口コミから来て、この作品難しかったんだけどアクションとかすごかったんだよとか言われると、やっぱりえ、そうなの、なんで見に行きたいかも、なんでここの見に行きたいかっていうのが出てくるところ、なんで出てくるかってところですよね。でね、僕はね、やっぱり思うのはね、体験したいからだと思うんですよ。うん、これね、僕やっぱり未知の体験っていうもの、人間っていうのは好きじゃないですか。何もなんか感じたことのない初体験みたいなのをですね、やっぱ人間っていうものはね、したいわけなんですよ。はい、それを映画館というところ、うん、まあ1800円とか2000円ぐらい払えば見れる環境で体験できるっていうのはですね、やっぱり興味がそそられると思うんですよ。はい、まあその中にはもしかしたら自分は分かるかもとかですね、周りが分からないのに私だけが分かったらどうする、高揚感みたいのもあるかもしれませんよね。あとはね、僕はね、ひらめきって快感だと思ってるんですよね。はい、ひらめき、あーなるほどねとか、よく数学とかでこう計算して問題が分かると、あーなるほど、アハ体験って言われるやつですね、昔の言うんであれば。まあ映画で言うんであれば、そのシックスセンスとかそうじゃないですか。うん、なんか例えば、あ、最後のエンディングがあーだったんだ、あーなるほどねみたいな、あのなるほどねを皆さん体験したいと思うんですよ。はい、映画ファンのみならず、そのライト系の方もですね、見たいなと思うんですよ。で、ここでね、生まれてくるものが何なのかっていうと、先ほどね、レビューの動画でもお話ししました。はい、1回2回見て3回見て、そのアハ体験ができる映画ってどうなのよっていうお話なんですよね。はい、先ほどお話ししましたシックスセンスって言われるものですね、後半のエンディングの方では一発でわかると思います。はい、これあれ逆に分かんなかったらまずいって話なんですけど、はい、一発でわかるんですよ。で、今回のこのテネットっていう作品、やっぱり2回3回見ないとわからない、うん、もう絶対そうだと思います。1回で理解できるのって本当にね、うん、ノーランとね、意思伝心してるぐらいの人だと思うんですよね。はい、まあそういったところで、まあ映画っていうのは自由、表現の自由がありますから、うん、僕はね全然いいと思うんですよ。先ほどのスルメ映画って言ったところなんです。でも中には1回で映画っていうものを体験して理解できなかったら、まあそれは映画って言われる、どうなのっていうお話もあるんで、まあそこはね結構難しいかなと思います。うん、まあ、僕の意見としては2回も3回も映画楽しめるんだからええやないっていう話でございますけどね。はい、ね、まあこんな感じでございますよね。皆様はどうですかね、映画テネットっていうところでございますけども、はい、僕もですね3回目とか4回目とか見ていきたいなと思いますので、皆様もしよろしければですね、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、普段からですねこういった映画のレビューとかですね、映画の情報をお届けしているチャンネルになっておりますので、はい、また今後も動画上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では皆様また何かしらの動画でお会いしましょう。皆様の映画ゲームライフが素晴らしいものでありますようにということで、じゃあね。